どうもこんにちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。本日も湘南サバの建物紹介やっていきます。今回は左下の体力バーのところにマップを試験的につけてるんだぜ。本日は関所より先を直進するルートで行きます。最近おかげさまでいろいろな人にワールドに来てもらっているんだぜ。ということで、ここで改めてこのワールドの入り方を解説します。まず、何のアカウントを持っているかで方法が変わってきます。両つべのアカウントを持っている人はこの動画のコメント欄に、ワールドに入りたいです、などのコメントをください。次に Twitter アカウントを持っている人は概要欄から湘南急行の Twitter に飛んで DM かリプをください。Discord アカウントを持っている人は概要欄のリンクに飛んでください。基本はこの3つの方法で受け付けています。Steam のアカウントしか持ってない人はフレンドの中に湘南急行と繋がっている人がいたらその人経由でお願いしたいです。ということを話している間に、前回は左に曲がったところに着いたんだぜ。今回はこの道を直進します。なんかすごい道が見えてきたんだぜ。この道は立体交差の道です。上の交差点は次回以降のパートで紹介します。ここは湘南市です。そしてこの左の建物は湘南市役所です。すごいでかい建物だな。このワールド初の高層建築です。バスから降りて紹介します。外観はこんな感じです。実際にモデルにした建物があるので、もしわかったらコメントください。この建物はベアリングを一切使わず軽量化してます。内装は内装です。今後追加するかもしれないんだぜ。階段がここにあり、上に上がることができます。ここから階段の構造が変わります。ここは下から見た看板の後ろ側です。その看板の上に乗ることができます。こんな感じです。結構高い位置にあるんだぜ。下に降りるのめんどくさいので、飛び降ります。ギャー。ナイス着地。死ぬかと思ったんだぜ。この通り部品はほとんどありません。次に向かい側の建物の紹介です。この建物は庄次郎庄次という名前で、何かの会社らしいです。ここの建物を作ったのは土口庄次郎さんという方です。建物ありがとうございます。今回も動画内で紹介した他の人の制作物は概要欄にチャンネルリンクを貼っておくんだぜ。階段がめんどくさい人のためにトイレエレベーターがあります。これさえあれば屋上まで一瞬ですね。ピストンのエレベーターを作りたくなかったということもあります。ここはさっき通った立体交差の道です。一瞬設定を上げます。今度はしっかり階段から降りるんだぜ。いや、めんどい。いやー。
また死ぬかと思ったんだぜ。階段使うのが面倒だからしょうがない。市役所の紹介は終わったので、次の建物行きます。次はどこに行くんだぜ。次はこの先の道を右に曲がって湘南駅に行きます。湘南駅は入り口駅から繋がってるモノレール本線の駅なんだぜ。この左の建物は後で紹介します。見えてきました。あれが湘南駅です。まだ建設途中だから、いろいろ中途半端なんだぜ。それでも許してほしいです、わらわら。まず駅の入り口はここです。向こうは入り口駅に繋がってます。線路を下から見るの面白いな。入ってすぐに2階に上がれます。2階は改札階です。3階はホームになってます。2面3線の新交通によくある車庫最寄りの駅の構造です。2面3線とはホームが2個、線路が3本ということなんだぜ。真ん中のホームで折り返しができるようになってます。先の線路はこんな感じです。向こうのホームに行きます。向こうのあの島は遊園地予定の島です。もしかしたら動画で遊園地編とか作るかもなんだぜ。ここはトイレ予定地です。ここの線路下の空間は何か作ろうと思ってます。向こうは改札の外のバスターミナルにつながる階段です。ここに売店みたいなのを作ろうとしてます。島の全体図です。島の中央にパート3で紹介した高速道路が通ってます。ここはバス停の予定地です。ここからも出れます。これで湘南駅の紹介は以上です。次はどこに行くんだぜ。次はこのワールドに4箇所あるコンビニを回ります。カットではなく倍速でお届けするんだぜ。酔いそうな人は私たちを見ていてください。気分が悪くなった際は動画を飛ばしてみてください。全区間4倍速なので、0.25 倍速にすれば元に戻ると思います。じっくり街を眺めたい人はやってみてください。何か建物の横を通り過ぎたら解説を挟みます。ここは関所です。関所を過ぎるとすぐにメカニックステーションです。赤信号。今回は右のバイパス方面の道に行きます。これは五重の塔です。野田さんという方にいただいたんだぜ。ありがとうございます。リンクは概要欄に貼っておきます。ということで、一軒目のコンビニに到着です。このコンビニの名前はセブンイレブン。建物を作ったのと名前を決めた人は石炭さんという方です。今日紹介した翔次郎さんと野場さんと石炭さんは皆さん動画投稿しているので、概要欄のリンクからぜひ見ていってくれだぜ。
ということで、コンビニの内装紹介です。ここはプリンターと ATM かな。そうだと思います。ここは雑誌コーナーってところかな。こっちは商品棚なんだぜ。飲み物売り場もあるんだぜ。レジ横の揚げ物コーナーとコーヒーマシン、タバコの棚、フライヤーがあるんだぜ。自分が最初に見た時にリアルすぎてびっくりしました。こっちは店の裏側だぜ。ここからドリンクを補充できるんだぜ。ここの椅子は何なんでしょうね。すごい回転する。皆さんもここ来た時は回って行ってくれだぜ。ここから表に戻れるんだぜ。こっちの扉はトイレなんだぜ。さすがコンビニ、何でもある。皆さんの住んでる場所はコンビニのトイレは自由に使えますか？地域によっては使えないところもあるみたいね。ということで一軒目セブンイレブンの紹介は終わりです。次のコンビニに移動するんだぜ。この道をさらに南下します。この道は海岸線沿いの道で、今回全線走破します。ここでパート1で紹介した亀ハウスからの道と交差します。ここはモノレール本線の西海岸駅です。駅前に駐車場もあるんだぜ。ここの右側に見えるのがオレゲンさんの拠点です。オレゲンさんも動画投稿者なので、ぜひ見ていってくれだぜ。そしてここにこのワールド2軒目のガソリンスタンドがあります。ここは延喜見市の南町という地名です。適当に考えただけなので、今後変わる可能性があります。そしてここを曲がると2軒目のコンビニが見えてきたんだぜ。ここはファミリアマーケットです。ここも石炭さんに作ってもらいました。内装は全てのコンビニで共通なので、外装の紹介だけなんだぜ。また移動します。この上がモノレール本線の線路です。左の入り口駅からつながってます。モノレールも次回以降まとめて紹介します。右に見えるのがパート3で紹介した高速道路です。その下をくぐるように通ります。このワールドは基本的に並行する道が2本以上になるように作ってます。そしてメカニックステーションの信号に合流します。ここからは動画の初めに走った区間です。そしてここが3軒目のコンビニのウィークリーザキヤマです。ここは駐車場が少なめとなってます。この看板すごい好きです。ここも石炭さんが作ってくれました。ここからはさっき紹介した市役所が見えるのね。ということで最後のコンビニに行きます。この付近は次回以降紹介するので、基本解説はなしです。最後の4軒目のコンビニ、ロートンだぜ。ここは崖の上の廃屋のお隣にあります。ここも石炭さんが作ってくれました。内装は共通です。ということで、これで今回紹介する建物は全部回れました。
この街はまだまだ発展していくので、動画楽しみにしてくれだぜ。基本は毎週月曜の夜6時の投稿を目指しますが、予定通りに行かない場合があります。その場合はごめんなさいだぜ。最近ニコニコ動画にもこのシリーズを投稿してるので、ぜひ見てくれだぜ。それでは皆さん、ご視聴、ありがとうございました。